香港チャンネル。質問を受け取ります。はい、旧統一教会が、ミヤネ屋と昼帯の番組を名誉毀損で訴えるということで。番組自体よ。番組と、あと弁護士ですね、出てる。はい、紀藤さんと、紀藤さんと、八代さんと、本村さん。あ、本村さん。だから、ミヤネ屋の方は紀藤さんと本村さん。そうです。本村弁護士は俺と、バトった。バトった。はい、そうやろ、はい、で、曜日が八代さん、ね。八代さんと、はい。何に対して、なのその、事実と違うことを言ったみたいな、その、なんか異常な献金なんかそんなしてないとか、うん、違法活動とかしてないのに、そういうことをしてる組織であると印象付ける発言をしたと。あ、印象付け。そこ、うん、あの、だから異常な勧誘してるところを立証せなあかんやろ、うん、そうですね。あの、訴えられた側は。はいはい。そうやろ、うん、その、あの、被害者とかを読んでね。うん、まあ、そうそうそう。ほんで、献金異常な。だから、司法はそこを見て、ほんで、これがね、判決分かれへんけども、うん、おね、これ、番組サイド側とかが負けたらどないすんのかな。そうですね。うん、統一教会の方が正しいって。正しいというか、その部分に対しては、異常な権威がなかったとか。はいはい、反社会的な行為はなかった、うん。それはどこまでの範囲っていうのもあるやん。そうね、何年から何年やん。はいはいはい。だから、思うけども、まあ、そのね、弁護士3人が訴えられてる。そうですね。うん。ほんだら、あの、ジャーナリストのエイトさんとかは。エイトさんは訴えられてないらしいですね。で、有田さんも。はい。そうか、っていうのでございますし、ただ俺思うのも、この間友達喋っとってな、はい。いや、もうほんまにテレビ長いことやってるけども、あれ、その時に、なんで終わってん、それやったらって。単純に視聴者として、報道がな。うん、あ、その前のあの合同結婚式とかやってた。うん、そんなにあんねやったら、はいはい、なんで報じなかったんって、うん、ずーっとその悪い組織やったらもうずーっと引き続き。そうそう、ほんで、ね、うん、頑張ってたジャーナリストらの方も、ほんまに声を出してたんかとか、うん、あの弁護士の方とか、うん、政治家の方とかも、一般の人間が言うてたわな、はいはい、うん。俺、だから、あの、弁護士の紀藤さんとか、すごいずっとやってはってんやろ。はいはい、だから、それなんで、メディアとか、マスコミは、注目して取り上げて。注目してあげへんかってん。うん、この20年間ね。うん、そうやろ。そら、弁護士側からして、ちょっと取り上げてくれって言うたって、はい、取り上げ、まあまあ、取り上げる側が取り上げへんかって終わりやん。そうですね。うん。そこはな、すっごい俺、腑に落ち、気持ち悪いとこやね、うん。頑張っては、な、うん、被害者と話して、ずっとやってたのに、うん、なんでそれを、あの、やれへんねんって、うん。俺はもう、神様はお金は要求せへんって思ってる方やから。はい。そやろ。年間1万、2万、うん、まあ5万ぐらいやったら、はいはい、ね、うん、建物の修復とか、な管理費みたいなもんで、ね、それは分かるやん。ただではできひんから。事務をする人のね、ちょっと給与とかね。そうそうそう。うん、それは分かるけども、あとほんならもうなんか、壺とかを高く、うん、っていうのはちゃうなと思うんで。そうね。うん。そこの部分やろ。うん。うん、だから、これは注目すべきやな。そうですね。うん。そこは興味あるよな。そうですね。どうなっていくだろうね。そうそうそう。うん、その、立証するのが、できんのかできひんのかっていうところで、うん。俺、解散命令もできへんのやろ？できないみたいですね。でもまあ、どっからどこまでがそのね、反社会的な組織の、なのかっていう、きっと難しいですもんね、はい、その、うん。その場合になったら、そこにおる信者の方も、うん、反社の方ってなんの？ほんなら、銀行口座も作られへんの。そうですね。某有名なメーカーの車、新車でも買われへんの。そうですね。だろ、うん、うん。それはどう、なんかっていうのと、ほんで影響力って言うやん、政治に。はいはい、何人いてはんの？あの、
信者の方、日本で。日本で、まあ。6万人とか。そうですね、10万人もいかないって言われてますよね。うんうんうん、でもある方はそれ国葬儀にその人らが並んだとか言ってる。なんかありましたね。うん、言うてる。うん、はい。ほんまにもう。だから一人ずつ聞けやって。うん、な。思うわ。それって、なんか俺が言うてたのよりか、ちょっとひどいよな、とか思うもんな。うん、それはって。そんなもん。ほんま。俺思うけどな、そんな決めつけてって。そんなんでございますわ。まあ、あの、受けて立ちはんねやろ。そうですね。ミヤネ屋はその姿勢を出してると。読売と TBS。TBS はまだちょっと回答が出てないんですけど、うん、ミヤネ屋はこれまで通り、報道していくと。うん。ほ、うんで TBS は、あの、それ、昼帯やろ。昼帯ですね。ほんなら、あの、受けて立てへん場合は、法人。どうなんでしょうね、うん。今裁判中ですからとか言いながらね。あしっかりやっていただいたらええんちゃうかなとか思いますけども。ほんで、いつ、法人の辞めんのかな。これね。うん。うん、いや、もうずっとやっとかなあかんやろ。そうですね。ずっと悪い組織、うん、問題があるんやったらね。だから、あの時に辞めたから、これやってんやろ。うん、まだ10年後、20年後、ね。で、政治利用されてるやん。うん、その山上容疑者が。はい。なああ、そっち側に、そっち側にずーっと話持っていかれてるやん。そうですね。な。まあそこのところですわ。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。